かまじゃまストです。今日はリッテニクラブの2人が来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介をお願いします。はい、リッテニクラブ、立教大学3年の森本愛子です。よろしくお願いします。お願いします。同じく立教大学3年のドイアンズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2人の高校時代の実績を教えてください。はい、私は、選抜2位で、三重校に負けました。あ、そういうことだね、そういうことだね。決勝でやる予定だったんですけど、まあ、途中で終わっちゃって、うん、できなかったんですけど。なるほどね、そういう感じなんだ。はい、でバチバチしてるんだね、今ね。バチバチですよ。ちょっと仲いいように見えるんですけど、もうめちゃくちゃ足とかね、踏み合ってるんで。あとは個人戦はインターハイベスト A と、ジュニアジャパンカップが一応優勝していただきました。すごい。選抜団体優勝なんですけど、私たちはほぼ出ておりません。で、個人戦は志賀君優勝です。ペアの、ね、松永さんということで、ね、はい、松永さんはね、別であのフォアハンドストロークやってくれてるので、ね、ぜひそちらも見てみてください。2人のポジションは前衛ということで。前衛です。なんで即答せやかったか今。前衛ということで、2人ともね、本当に高校時代からね、実績のある2人なので、今回は、ね、正面ボレーをね、やってほしいなと思います。やっぱなんかその女の子の本当に基礎的なところをね、こうなかなか解説今までしてもらったことがないので、今回はね、リッテニクラブの2人にちょっと期待をして、やばい、女子選手のね、フォアボレーをね、教えてほしいなと思います。いいですか。はい、ありがとうございます。じゃあ今回は、リッテニクラブの森本選手と土井選手の2人にフォアボレーをやってもらいたいと思います。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴと。正面ボレーで私たちが意識している点は2つあります。1つ目は力を抜くことです。理由としては、と正面ボレーとはいえ、こうやっぱ少し多少はいろんなところに来るので、そのボールに対応できるようにするためです。2つ目はボールを深く返すことです。理由としては、ボールを深く返すことで相手に攻められにくくなるからです。以上です。
ありがとうございました。ありがとうございました。2人とも本当にすごくね、こうボール引きつけてて、さすがトップ前衛ということでありがとうございました。ありがとうございました。リッテニクラブでは女子中高生向けに、これから動画を出していきたいと思うので、前衛の練習など細かい基礎的なことまでちょっと皆さんのお役に立てたらなと思うのでぜひご視聴お願いします。詳細は、ね、概要欄に、ね、リッテニのチャンネル貼っておきますのでぜひ見てみてください。お願いします。お願いします。この動画がいいねと思ったら、登録とチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。 OK、 ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録高評価お願いします。お願いします。お願いします。バイバーイ。あれ違う。ご視聴ありがとうございました。